和田勝は、日本の実業家。国際流通グループの八尾藩の創業者。静岡県熱海市に、八の八百藩商店熱海支店を開業して以来、八尾藩グループの基礎を築いた、立志店中の人物として知られ、地元の熱海でも数々の功績で愛された。NHK 連続テレビ小説、おしんの主人公のモデルのうちの一人との説でも、知られている。長男は、 元八尾藩代表の和田和夫、伊豆は、泉社長の山西康明。神奈川県小田原市出身。1906年12月6日、小田原の八尾屋、八百藩の長女として生まれた。八百藩は、勝の父が開店し、大正末期から町で1.2を争う、聖火賞にのし上がった店であった。年中休みなく働く両親に、幼少時より構われることが少なかったこと。 加えて、女が学問をすれば正義気になって、贅沢を覚えるだけという父の教えもあり、かつは、やおやが嫌いであった。かつは、親の後を継がないために、学問を身につけるしかないと考え、反対する父を母になだめてもらい、店の台所仕事を引き受けることを条件として、猛勉強の末に、高等小学校から小田原高等女学校へと、進学し、当時では、 数少ない女学生となった。かつは女学校を1924年に卒業後、教員に就職するか、または会社員や銀行員の妻となることを夢見ていた。しかし父親は、自分の店の従業員の和田良平とカを結婚させ、夫妻で八百屋を継がせることに決めてしまった。良平は八百半ののれん分けを受け、天秤棒のみで行商を続けた後、旅館の軒先を借りて、 やおやを営んでいた。勝は家出騒ぎまで起こして反発したが、結局は親に押し切られ、1928年に結婚した。勝は自分ほど不幸な女はいないと絶望にも等しい思いを抱いていた。当時の小田原で高等女学校に入学できた女性は20人以下で、その彼女が理想でない男性と結婚したことで、同級生の中で一番かわいそうと言われた。 1929年3月、長男の一夫が誕生した。結婚により暗い心境にいたカツは、子供を立派な大人に育てることを生きがいにすると、決意し、子供を大学に行かせたい一心で、学費を貯めるため、積極的に働いた。朝5時に起き、夜12時まで働き詰めだった。その働きぶりは、長男一の働き者と評判であった。 その後も子供が生まれるたびに竹筒を用意し、5人全員を大学に進学させて、立派に育てるという悲願のために、つましい生活の中から、それぞれ竹筒に教育資金を貯めていた。1930年開店当時の800半熱海、支店1930年12月、熱海市銀座の旅館に新たな店舗を借り、800半熱海支店を開店し、 主に旅館との取引での商いを始めた。これが800半創業元年である。後に大企業の八百半へ成長する店も、当時は旅館の軒先を借りての露店で、天秤棒を担いで、行商でのスタートだった。店の早々期、熱海には町一番の八百屋があり、かつはその店に追いつき、追い越すことを目標としていた。まだ電気式の冷蔵庫の普及が不十分な当時、 その大棚はトラック1台分の野菜を収納可能なほどの冷蔵庫を備えていたのに対して800半は家庭用の冷蔵箱しかなく収納しきれない野菜はカキには火を置くと新鮮さが失せることが問題だったそこでカズは夜間も野菜を店に並べたままにし室内で蒸れないようにと戸を開け放ち夫と交代で内輪を片手に寝ずの番号をした 平均睡眠4時間の生活が十数年続いた。夜間には、四つ湯で、新鮮さが増す上に、映画館やダンスホールなどで帰りが午前2時、3時頃になる。人々も店に寄ることができ、芸人を連れた男性が見栄を張って高級なものをたくさん買うなどの福次効果もあった。店も、ようやく軌道に乗り始め、生活も安定してきた矢先。1935年。 開店以来ずっと働き詰めだった夫が配信順で倒れてしまった。命は取り留めたものの2ヶ月は床から離れられない生活が続いた。同1935年、長女が病気を患い、医師の手当の失敗により失明した上に急性の大腸カタルにより2歳で創生した。かつは多忙なあまり子育てや看病まで手が回らなかったことを悔いて悲嘆にくれた。 当時かつは、他の息子たちに対しても、性格や、学業の伸び悩みなどに問題を抱え、子育てに苦悩していた。息子たち全員を大学に進学させたいにもかかわらず、学校での成績が悪かったため、悲嘆のあまり、子供たちと共に新従しようと考えたことすらあった。そんな折に新宗教団体、成長の家の創始者である、谷口正春の著書、有料字を作るを読んで、 子供を褒めて、有料に育てるという教育方針に強い感銘を受けた。1944年、勝は成長の家に入信し、熱心な信者となった。イゴカツは信仰と子育てを通して、自分を見つめ直し、夫との仲も復縁させていった。太平洋戦争を経て、戦後から間もない1950年4月13日、熱海の約1000棟の建築物を消失させた。 大火災、熱海大火が発生した。八百半では人員的被害はなかったものの、二十年かけて気づいた八百半商店が一夜にして全焼した。この火災より前に、長男の一夫が火災保険を増額する予定であり、増額分で十分な再建資金を得られるはずであった。しかし、火災の日、勝が次男の照正の受験で横浜におり、 一夫は、勝不在の熱海で多忙を極め、手続きまで手が回らず、増額はしていなかった。勝はいつもの彼女に似ず、一夫を激しく責めた。テルマサは、兄の失態の原因は、自分の受験であり、責任が自分にある、休学して働いて埋め合わせると申し出た。一夫もまた、テルマサをかばい、自分が卒業を伸ばし休学し、失敗を取り返すと言い出した。 息子たちが互いにかばい合う姿に、かつは金のことで息子を責めたことを恥じ、大火災により人員的な被害が出なかったことこそ幸福だと考え直した。この大火の直後、得意先である旅館の行為で店の再建まで旅館の軒下を売り場とし、商売を継続することができた。また当時は仕入れ先が約40件に上っていたが、彼らも今月の感情は、 棚上げで良いと言った。かつは、これまでまっとうな商売を続けたことで、火災で失ったもの以上のものを得ることができたと感じ、より正しい商売の道に精進することを誓った。1956年、商業界の主催によるゼミナールが、箱根湯本で開催され、出席予定であった夫が都合が悪くなり、かつが代理で出席した。代理出席のために、さほど目的意識はなかったものの、 このゼミで、店は客のためにあるとの言葉が、カツの胸に大きく響いた。これまで、懸命に働いていたものの、それは自分らの生活、子供たちの学費、店の拡張など、あくまで自分のラリー駅が目的であり、このゼミでの教えはカツへの衝撃となった。ゼミが終わる頃には、持参したノート2冊が真っ黒になるほど、カツは抗議に熱中し、 小人道へと開眼することになった。かつはこのゼミで、福島のスーパーであるベニマルの人物と話す機会を持った。ベニマルが現金小札販売を行っていることを知り、800半でもそれまでの掛け売りから現金小札販売へ切り替えることを家族らに進言した。家族は従来の方法と全く異なる商法への転換に賛成しなかったが、ゼミ受講やベニマル見学を経て、 かつに賛成した800半は1956年に現金商札販売でのデパートとして再出発を果たした。この日、かつは客たちからこんなに安く買えてどんなに助かるかわからない本当にありがとうなどの例の言葉をもらい大きな感激となった。また店員は優しくて親切との声もあった。良い商品を安く売ることは経営上の工夫で可能だが、 親切は全店員が心を一つにしなければならないことであるため、かつにとっては商品の質や値段を褒められる以上の喜びとなった。1950年代末頃からは自分の学んだ承認道を従業員たちにも解くため、新入社員の精神教育の先人となり、800半の精神を皆に説いた。また従業員たちを大切にするため、 1964年には従業員料を含む社屋が新設され、かつ自らが考慮した栄養バランスに富んだ食事が提供された。1973年、800半発の本格的ショッピングセンターである静岡県伊豆の三島店でテナント店のレストランで赤キ,キンが発見されて営業停止処分にあい、三島店自体も営業停止処分となった。同年に、 夫が死去して葬儀を済ませたばかりであり、かつは涙を拭いつつ患者たちへの謝罪のために家々を回った。やがて保健所の許可が下り、三島店の営業を再開された。かつが恐る恐る店内を覗くと食品売り場は客で溢れ、食品が飛ぶように売れていた。かつは客たちが800半を信頼していることを確信し、この信頼に応える決意を新たにした。 働く女性への思いは、社員の雇用制度に色濃く反映されており、退職した女子社員の再雇用や、出産後に一定の給与を得ながら休める育児休業、育児時間に合わせて勤務時間を短縮できる育児短縮勤務を業界でいち早く導入した。八オは、商売を順調に伸ばし、昭和40年代にかけて、静岡県内各地から日本国外にも進出し、 本格的なショッピングセンターを設立するに至った。日本スーパーマーケットの国外進出は業界初とされる。シンガポール1974年、ヤオハンのシンガポール1号店が開店した。シンガポールは東南アジアと欧米各国を結ぶ重要拠点であり、かつは自らヤオハンの精神を現地の社員に説くことを望んだ。長男の一夫は現地へ行っても、 給料を払う余裕はないとしなめたが、かつは手弁当でも行くと返した。他の息子たちもシンガポールの暑さは67歳の体には応えると言って反対したが、かつはそれを押し切って現地へ立った。シンガポールにはイスラム教徒が多く、現地でかつの特く講義に成長の家の話が頻繁に含まれていることが不評であった。かつは宗教について説くつもりも、 まして別の国の宗教を批判するつもりもなく、考え方の話をしているのだと強調し、あくまで現地の人々の幸福を願っていることを強調した。勝の誠意は通じ、勝つに反発していた社員の一人は、見せ座る。その10年後には、勝の講話を聞いた、女子社員が、開店10年記念に、と、ヤオハンの文字が彫り込まれた金のスカーフ止めを勝つに送った。後年、 カツはそれを宝物のように扱っていた。ブラジルやオハンは1971年より、ブラジルにも進出していたが、1970年代末にインフレの影響でブラジル店が壊滅的な打撃を受けた。一歩をはじめとする役員たちは、ブラジル撤退で意見が一致したが、カツは社員や家族を見殺しにはできないと、ただ一人反対を唱えた。 しかし1977年、ブラジル店は会社生産に追い込まれて、結局ブラジルからの撤退を強いられた。現地での事業生産にあたり、役員らが再建者たちの自宅を回ると、かつも72歳にして、それに加わった。再建者たちの数は1300件に及び、高齢の数が熱帯のブラジルでそれだけの数を回ることは、周囲が、とがめが、 勝は難航している先は自分が行くと言って聞かなかった。勝は中でも特に重要な再建者の一人に会いに行ったが相手はガンとして勝と会うのを拒んでいた。勝は自宅前の土の上に正座して面会を願い、さらに雨が降りしきる中泥だらけになりながらの正座を3日間続けた。ついに再建者も折れて面会がかない、生産に協力してもらえ、 会社生産にこぎつけた。その高津は晩年になっても社員教育のために精力的に日本国外へ出向いた。現地でも日本の母さんと呼ばれ社員から愛され親しまれた。車椅子生活となっても世界中を飛び回り子育ての悩みや夫への不満を持つ駐在員の妻たちの相談相手にもなった。百八十八年にはニューヨーク店の開店に 車椅子姿で駆けつけた。押し寄せる客の波を見て、目を潤ませながら、亡き夫に、お父さん、ご覧になっていますかと語りかけていた。1980年代末頃からは、持病の糖尿病と腰骨の老化により、入退院を繰り返すみとなった。しかし、それでも持ち前の使命感の強さから、新入社員への抗議を欠かすことはなかった。 長男の一夫は、ヤオハンの本部が香港に移った1990年より、家族ともども香港に移住しており、帰国の度に必ず病床の数の枕元で仕事の報告をし、かつはそれが大変な喜びであった。子供や孫の数は21人に膨れ上がっていた。1991年、骨折の大怪我を負い、二度にわたる手術の後に意識を失った。 意識を取り戻したかつは、息子に残す最後の言葉と思い、ヤオハンの商人道と創業精神を語った。どんなに小さいお店でも、お店はどんなに小さくても、お店はお客様のためにあるということは、商いの基本だと思うのです。ヤオハンの規模は大きくなりました。お店も大きくなりました。でも、どうか、感謝と奉仕と愛の祈りの商人の道を守り、歩み続けてください。 和田勝、伊藤正圭、八尾藩の創業精神、渡辺 1995P220 より、引用1993年4月19日、入院先からの一時帰宅を許可され、熱海市の自宅で湯船に浸かって、窓の外の満開の筒子の眺めながら、ありがとう。私ぐらい幸せなものはいないと漏らした。その翌週の4月26日には、 洋室で式を予感したかのように、私は本当に幸せだった。ありがとう、ありがとうと言い、さらに30人ほどの人々に電話をかけ、お世話になりました。長い間ありがとうと伝え、これが最後の言葉となった。その2日後の同1993年4月28日、入院先である神奈川県湯河原町の病院で、心筋梗塞により、 満八十六歳で死去した。かつは遺言として、葬儀は、熱海の山並みと海が見える八尾藩白石山荘でと、生前に語っており、その意思に基づいて、自宅と同住所である、熱海市の迎賓館八尾藩白石山荘で、1993年5月1日に、葬儀と告別式が行われ、約3000人が参列した。同百九十三年五月十六日に、 熱海市内のホテルで国際流通グループの車窓が行われた。アジアや南北アメリカで活躍する一族30人の肉親が駆けつけ、流通業界をはじめ政財界や宗教界から4000人が参列した。祭壇場から、かつ本人が生前記録の VTR で参列者に働けるまは生きていたい。ありがとうございましたと語りかけた。当時の熱海市長である 内田茂が葬儀委員長を務め、熱海で創業し、世界に羽ばたくヤオハンの進展に一生を捧げた、功績は、郷土の誇りと追悼の字を述べて、その異業を称えた。勝の死後、ヤオハンを引き継いだ長男の一夫たちは、バブル景気と共にさらに店を急成長させたが、無理な業務拡大がたたり、1997年、一夫は母から教わった。 お客様を大切にするという精神を見失ったことが一番の原因と実0していた。大企業となった八オ半島さんは当時は一種の社会問題としても騒がれ、同時にカツの承人道が改めて見直されることにもなった。1983年の NHK 連続テレビ小説おしんの主人公のモデルのうちの一人とも言われる。 しかし実際には原作者の橋田菅子自身が日本経済新聞の連載記事上でヒントはいただいたがモデルはいない、いるとすれば苦難の時代を生き抜いてきた日本の女たちと語っていた。また、長男の一夫もドラマにスーパーのチェーンが登場するので人が勝手にそう思っただけ。東南アジアなど日本国外の人がそう言い始めたモデルではないと。 モデル説を否定していた。勝がモデルと考えられた理由は、野菜業者から身を起こして、昼夜を問わず、働き続けたこと、奮闘努力の生き様、子育てをしながら、商売に打ち込む姿などが、ドラマに通じるためと見られている。また、橋田の住居が勝と近所同士であり、交流があったことから、勝の昔話を参考にしたとの説もある。勝自身はこのモデル説を、 恐れ多い話、橋田さんに申し訳がないと否定していたが、橋田さんの作品の素材にお役に立ったとしたら、おしんのご紛争の部分でしょうかとも語っていた。ブルネーでおしんが放映された際には、ヤオハンがスポンサーとなった。マレーシアやシンガポールでも、貧しい日本女性の物語として、おしんの人気が高かったことが、ヤオハンが庶民に人気を得る要因の一つとなっていた。 同じく NHK 連続テレビ小説で2015年に朝が来たが放映された際には同作のモデルである広岡朝子と同様に明治以降に活躍した女性実業家の一人としておしんのモデルとして和田勝の生涯が雑誌記事などで取り上げられた。1981年たまには息抜きも必要と俳句をはじめ廃止、風声の仲間に入った。 この年はヤオハンが現金小札だ販売を断行して25年目にあたり、かつは客を大切に思う精神を、客は皆恩人25年の秋の句を詠んだ。句集に、花ナスがあり、一夫の香港移住を寂しく送った、香港に家族を送るさつきバレなどの句が詠まれている。ありがとうございます。